おばあちゃんって呼びなさい。うわー、うわー、カエル足に、開脚、えぐー。国です。赤門です。バゴス、ウグイスナニヤキやってまいりました。なんか神社みたいなのできてるけど、今日撮ってる場所変わってんねん。もう駅変わってるまでやってんねん。じゃあ発表したいと思います。今回の企画は、都内最高齢90歳のデリジョを呼んで対戦してみたです。どこ行くの？逃げんな逃げんな、おい。いや無理っすよ、逃げれないっす、熱が。いや無理や、めちゃくちゃ嘘やん。まあ毎年恒例の社会派企画ですよ。社会派企画ちゃうやろ。いや違うんですよ、ちゃんと目的あって、著しく年齢の離れたデリバリーおばあちゃんと対戦することで、少子高齢化が加速する日本に順応していく企画なんですよ。今後こうなる、これが普通になるかもしれない。そう、日本社会やっぱおじいおばあちゃん多いですから。都内最高齢の女王の方もですね、最初は87歳から始まったんですけど、3作目の89歳の時からちょうど1年ぐらい経過したんで、ついに90歳を迎えられたと。4月5月怖いねん。ほんまに生きてるんすか？存命かどうかもちょっと確認してほしいです。サイトにはいます。全部ね、ほぼ100万再生超えてるんで、まあ、待望企画ではありますよ。なんで89超えてないねん。超えてたからギリ許せる。絶対超えるからな。100万歳中トントンやね、気持ち的には。日本にはですね、古くから長寿をお祝いする文化がありまして、まあ、60歳やったら還暦、99歳やったら白寿、今回90歳ということで、卒寿。卒寿、人間を卒業することぶきと書いて卒寿です。でも死んでるやん。簡単に言うな。もうそういうの自分のおばあちゃんだけでいいんですよ。おめでとうっていうの、多分。ミッションあります。ミッション、プレイが終わるまで一切電気を消さないでください。どうやって。暗闇だけが友達やのに、この企画は。これでいけたらお前すごいで、ね、きつい。いやもう右目だけ泣けてきた。両目で泣け、もう行くしかないから。みんな行けよ。お前ら誰に言ってんねん、誰に言ってんねん。仕事終わったちゃうねん。行け、連休明けやねん。みんな顔死んでるやん。死ぬやろ。出んな出んな出んな。森田と申しますが、今ウグイス谷に着きましたんで、8時ぐらいにホテル入りますんで、またご連絡しますんでよろしくお願いします。1万5000円でしたっけ。なんで君消えた。アンコール目で出たぞ。やる気満々や。じゃあお金握りしめていきましょうか。なんで1万5000円。2900円やん。頑張れ。かわいそうやな。でもこれも視聴者のためや。ここが現場にならないように気をつけていきたいと思います。疲れです。どうやったの、卒問。何やねん、卒問。やっぱしんどかった、終わった直後。虚無ですね、終わったら。いつも通り。虚無の時間、20分ぐらい。まず、ご存命でした。おー、え、じゃあ、振り返りじゃなかったってこと？振り返りじゃなかったっすね。おー、最初のおばあちゃんだけ違うんす。だから3回目っす。ミッション通り、電気、全部つけて。ちゃんと見ました。似てる人が浮かんできました。ほぼ一致です。え？萩本欽一さん、欽ちゃんとそっくりです。いや、おっさんやんけ。おっさんじゃない、おじいちゃんや。欽ちゃんバシリの。欽ちゃんと一緒やん。ほんまにこういう感じで入ってきますから。ゆっくりやな。よろしくね。あか、ちょっと待って。一回言っとくわ。みんな忘れてそうやし。何が？めっちゃ、イエス！普通に進めるから。もう4回目とかになったら。せやな。何歳でしたっけ？僕ですか？30です。3倍。相手は覚えてました、勝本さんのこと。でも覚えてはないっす。覚えてないんかい。ではアシャ行きましょうかって言われて、ではアシャの電気も明るくさせてもらって、じゃあおばあちゃんの生まれたままの姿が、昭和9年に生まれて90年生きてる体。もうずっと言ってるんですけど、ゴブリンはゴブリンです。まずね、ゴブリン体型。パイもなんかでかいんじゃなくて広い。何それ。だから長州力のここみたいな、だから広いって洗ってくれるわけですね。リトルカツモンをモイモイみたいな、はい、で玉大きいねみたいな言われて、もうパッて見たら化粧もなんかしっかりめにされてて、はいはい、紫のこうアイラインとか入ってて、いいよ。よくねえよ。90歳の紫アイラインいらねえよ。白黒のイケちょっかいみたいなのかけられて、こんな玉だったらすごそうだねみたいな、タンク的なことを言いたいんだけど、はいはい、玉大きかったら双子生まれちゃうかもよって言われて、あんたはもう無理やろ。この辺もまあ現れて、洗った後にすぐメロンってされる。え？秘密クラブのやり方できてるやん。最強のね。
どうなの、この様から今日も出ちゃうのみたいな言われて、今までは結構嫌やったけど、もう最初から乗っていこうと思って、いやもうめっちゃ出てるかもみたいな。自分騙してるって言ったらもうビトカツ 40% ぐらい。おお。でこれ見てみたいな言って、 うわー本当だ、もうすごいことになってるわよ。帰りたい。よよべついんです。僕はバーってまあ寝まして、孫みたいだねみたいな。どこが好きなのみたいな、もうこの辺ブワーって来られて、まあ俺もやっぱこう返して、じゃあもううガラガラで、ジャイゴ怖すぎるって。ほんまにもう聞きたくない。もう言葉攻めめっちゃ特徴的なんですよね。ほう、昭和初期なんで TKB やりながら、ピコピコって何、ピコピコって何、シコシコでもなく、でもその手さばきはやっぱ上手いんで、80% ぐらい行くんですよ、ね。そっから初めてなんですけど、うん、自分でやってごらんって言われて、えっつって見ててあげるからみたいな言われて、っていうか、はいっつって。でも俺がこうやって自分でおばあちゃんがこう見てるみたいな、結構長い時間取られて、え、何も起こらんから、まあ一応ずっと見られてる。もう全然意味わからん。萩本欽一に見られてる。仮装大会のエロオーディションみたいな感じで。でなんかまあ時間経ったら待って。で来ました。おばあちゃんって呼びなさい。うわ思い出させてくる。前と一緒。でももう乗っていこうと思って。あおばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃん。乗れんの？おばあちゃん好きとかも言って。おばあちゃん。おばあちゃんとこんなことしていいのみたいな。いいのみたいな。みたいな。そういうやり取りは俺は好きなんで。だから、ま、自分の普段言えへんことをめちゃめちゃ言って。って言って興奮しようと思って。なるほど、もうどうでもいいもんな。だからもう、あーすごい、おばあちゃん見て、もうすごい硬くなっているもん。擦りつけてもいい。いいよ。あーかかっちゃうかもよ。全然いいよ。おばあちゃん、おばあちゃんって呼びなさい。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんだよ。おばあちゃんって呼びなさい。おばあちゃん、やなそれ。もっと呼びなさい。おばあちゃん、おばあちゃん、呼びなさい。おばあちゃん、おばあちゃんって呼びなさい。どんだけ言ってくるね。それ冷めんねん。冷めるな。それなしとしてこっちは言いたい。あっちが楽しんでるやん。そうそう、その時はまあシェイクしてくれたんですけど、はい、じゃあまた自分で触ってみなさい、ね、また次はもうここにこういながらつけながらこう俺が自分でどうなのみたいな、いいんだよみたいな、いいんだよみたいな、はい、いいんだよみたいな言ってくる。開始まだ 2,30 分、もう行かそうとしてる、早ない、うん、なんかおばあちゃんやのにその指名したとかもあってちょっと省エネされてると思ってて。俺は腹立つぞ。私はもうめちゃめちゃもう1週間前からめちゃめちゃもう怖い思いでここに来たのに、腹くくってんのに、なんかおばあちゃん自体嫌やねんけど、なんか省エネされてると思ったら腹立つ。まだ TKB 舐めしかしてへんからって、はいはい、ムカついてきて攻めたるよと思って、攻めんの？おばあちゃん下にして、で俺がこう上から覆いかぶせようとしたら、え、おばあちゃんがすぐ、うん、痛い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 みたいな。やばいやん。すいません。焦るな。痛い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 。やばいやん。言い出した。うん。え、死ぬ。怖いって。え、すいませんみたいな。そのエロい空気とかなくなった。確かに。おばあちゃんとか言った。すいません。え、大丈夫ですか。って言ったら、うん、いや今日ね来る時に話し出して、うん、そっから一旦ベッド降りて全部見えてんで、来る時に、うん、こう階段をこう降りるじゃん。はい、でその最後の一段だと思ってたら二段だって、それでガーンってなっちゃって今シップ貼ったんだけどめっちゃ痛いの。でベッドの横でされて、うん、なえるなえる。知らんがなやし。一旦もう普通の話、しかもそれゴブリンでやってるから。シュワシュワの電気マックスやし、それは昭和初期でもなえるやろ。ムード分かれよ。もうゼロパーなったから。もうゼロパーすごい。うわ大丈夫、いける、すいませんみたいな感じで継続させていただいてもいいですかみたいな。大丈夫、まあ、まあまあみたいな、俺がやりたいみたいななってるし。確かにミッションもありますから、もう全部見ないとと思って。電気はもうほんま普通です。次はサンドラの箱開、はい、けよっかなと思いまして。え、もしかしてカエル足に、開脚、えぐ、90歳の秘密だな、そのおばあんをえぐ確認しました。え、どうなん、ポップに言うんですけど、はい、そのおばあちゃんのマンは松崎しげると激にいいです。いや、かんやんけ。真っ黒やんけ。半導体みたいな感じ。オムロンに謝れ。お前
半導体と松崎しげる足してみて割ったみたいな。どんなやつね。イメージつくか。いつもの形に戻らせていただいて。TKB ペロンチョはうまいんですよ。もうほんま言葉攻めで乗っていくしかない。ああさあ、いやおばあちゃん出てきます。おばあちゃん、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 あやばい、もうすごい、またムクムクとしてくるよ。ムクムクとしてくるよ、俺が。みたいな。あ、それで盛り上げて。おばあちゃんっていうのみ、おばあちゃん、それも慣れてきて。もうあ、おばあちゃん気持ち、おばあちゃんとこんなことしていいのかな。いいんだよ。本当にいいの、やばい。あ、また揺れ出してる。あ、いっぱい人来てるから、ちょっと。人も来たし、車もめっちゃ来てる。あすごいすごい、90歳と30歳、あそして120年の歴史が、ベッドを揺らしてる。120年はメジャーリーグと同い年ぐらいやらしい。すごい、あ感じてる顔が、キンちゃん似てる、ハリオンとキンチ似てる。それ思い出すなって。いや幸せだ、ハリオンとキンチ似てる。あやばい、キンちゃん、俺のおばあちゃんより絶対年上、俺のおばあちゃんより絶対年上。ハリオンさん、ハリオンさん、キンちゃん、キンちゃん、大丈夫、シワがすごい、シワじゃん、シワじゃん、シワと合わせて幸せ。わかるか。行きました。行ったんかい。おててとおてての幸合わせて幸せ。ナームーっていうから縁起悪いで、あれ。ナームー回避。回避、危ねえ。で、おばあちゃんをさっきシャワー入らして、すぐ帰らして、すぐ虚無っすね。なんか連絡遅いと思ったら、シリーズ史上一番頑張ったというか、電気全部つけて、ちゃんと相手のエッセンス込みでいったってことでしょ。そうっすね。じゃあもうこれ正真正銘の90歳、討伐成功です。ありがとうございます。討伐なんこれ。あーもう嫌。もう終わろう。もう終わりやろ。今年はね。90で。今年はね、ちゃうねん。91は、また10年始まるやん、新たな。そうやな。99歳の白寿もできればね、お祝いしたいんで。多分僕ら10年後もね、YouTube やってるでしょ ?YouTube かわかんないですけど。あ、でもめっちゃ元気っすよ。もう。あ、そう。全然元気っすよ。もう何もおかわりなくって感じで。他のお客さんとかついてんのかな。どうなんやろな。その辺は虚無で聞けへんかった。マジ今日も入るから。早くほんで更新したい。これ早くちょっと AV とか見たいですね。早くもう自家発電でもいいんで。でもこれほんま多分100万再生全然狙える動画やと思うんで、面白いと思った人はマジで素直に高評価コメントしてほしいです、ね、あとはやっぱ勝野さんこういう企画もねやっていくと思うんで、今後も勝野さんの活躍が見たい方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあまた来年、来年またお会いしましょう。91歳でお会いしましょう。はい、さよなら。元気にね、最後は。早く帰りたがってんな。